ハッピーグリーンは日本の競争馬である。地方競馬の北海道競馬に所属しながら、中央競馬や日本国外のレースに挑戦を続けていたことからコスモバルクの再来と呼ばれた。場名の意味は嬉しそうな笑い。2015年のセレクトセール搭載セッションで800万円で取引される。この取引価格は売却184等中181番目という、 低価格だった。後に、吉田テ也は、育成時から良い馬だったと語っている。デビュー前の順一での印象を、当時の担当休務員の工藤昌馬氏は、走っている時に地面を感じさせない。全身が、バネの様。と表現しており、当時から芝適性があったことを明かしている。能力試験ではゲートを出た後に一掃して、かなりの距離をロースするも、 ゴールアート50メートルまでに2着馬までを一気に抜き去り、素質を見せる。5月18日、ダート1200メートルの JRA 認定フレッシュチャレンジ競争で、坂野学武騎手を安城にデビューし、単勝2.3倍の一番人気に支持され、勝利を飾った。この新馬戦では後に、コスモス賞2着となる、ミスマンマミーや、東京に歳優秀品馬を制するグラビオーラといった、 相手を下している。続く2戦目のウィナーズチャレンジでは、北海道スプリントカップのショコラブランに起乗するために、門別に参戦していた、戸崎慶太騎手を起用し山のファイトの2着。続く、A 干賞では、金沢の吉原博人騎手を起用しサザンビグラスの2着となり、4戦目となるターフチャレンジ競争では、服部重文騎手を迎え勝利。 JRA コスモス賞への出走権を得る。そのコスモス賞では3着。続く、スズラン賞でも3着という成績だった。その後腰の不安が見られ年内は、ダートに専念するものの、サンライズカップでは、山のファイトに再び敗れ2着。続いて、北海道2歳優秀では、ドンフォルティスに次ぐ2番人気に支持されるものの6着。全日本2歳優秀では、 ルヴァンスレーブが優勝し、その後続の9着と、今一振るわなかった。他の有力馬が、南関東や中央に移籍する中、3歳となっても、同栄に止まり、異例とも言える、同栄在籍のままの中央挑戦することとなった。年明け初戦のセントポーリア賞では、王の匠騎手を起用し、上がり3ハロン33.3秒の足を繰り出し、優勝。 東京競馬場での地方馬の勝利は実に10年ぶりのことでコスモバルクの再来と大きく話題になった。続いてサツキショートライアルのスプリングステークスに出走。好意抜け出すも馬場の悪いところを走り発着。ダービートライアルのプリンシパルステークスでは最後方から進めるも届かず0.3秒3の4着とあと一歩のところでクラシック挑戦は叶わなかった。 一息入れて、初めて小馬を相手にする、と萌え賞では、ハットリシゲフミに、タズナが戻り、負担重量 52kg での出走になったが、優勝した、ナイト・オブ・ナイツとタイム・サナシの三着。その後、STV 賞では安城に、クリストフルメールを起用し、一番人気で優勝。一つ前に施行されたコスモス賞ではないママが、勝っており、地方馬が同じ日の JRA のレースを連勝するのは、 初であり、1日2勝も12年ぶりであった。次週、フジテレビ、みんなの競馬で、佐野水木アナが会いに、門別競馬場へ行くという特集が放送された。続いて、森岡、オロカップでは、服部重文に、た綱が戻り、2018年のマイラーズカップ4着の、実績があるガリバルディラを下し連勝。その後マイルチャンピオンシップの出走権を目指し、出走した。 富士ステークスでは安城に内田博之を迎え11着と破れる。この後キャピタルステークスと第38回ジャパンカップに登録したがフルゲートに満たないため出走権を得たジャパンカップを選択。陣営も10着以内に入れればという思いだったようだが最低人気も従来のレコードに迫る2分22秒2の好タイムで7着となった。 その後、有馬記念に登録するも、補欠一番手で出走は叶わなかった。しかし、年間を通じての活躍が評価され、ナーグランプリ最優秀ターフ場に選出された。場所の間は、前年のジャパンカップ直前に、中央競馬の資格を得るも、地方競馬を盛り上げるためと引き続き同栄在籍の、まま中央挑戦を選択。しかし、 後場になると、JRA 認定の効力が切れるためレースの選択肢が著しく制限されることになった。年明け初戦の中山記念では安状にフィリップ・ミナリクを起用するモジー・アイバー5が出走したこともあり、発着に敗れる。続く、日経賞では四着。陣営はここで改めて中長距離適性があると考え、自走として JRA のレースで6月の宝塚記念まで、 地方所属場が出走できる1800メートル以上の芝レースがないことから、香港のクイーンエリザベス2世カップをび、チャンピオンズマイルに登録したものの、選定外となった。同じコロナが、海外遠征に500万円の助成金を出すことが発表されたため、間は海外に活路を求め、香港チャンピオンズチャターカップに遠征。大外枠やレース前日から降り続く、 雨の影響で、ババが合わず、発着に敗れた。この遠征では、クラウドファンディングで支援を募ったことが話題となり、現地史にも大きく取り上げられた。帰国初戦の札幌日経オープンでは、最後方から追い上げるも、カフジプリンスに、タイム差なしの2着。その後、北海道競馬の場外馬券売り場である、相葉札幌駅前併設のカフェバー、スタンピーズで行われた香港。 遠征報告会イベントで陣営から2年ぶりに地元の紋別競馬場の浅比岳賞に出走することを発表。2歳児に南関東トップの山のファイトらと互角に戦っていたことから2番人気に支持されるが6着に敗れた。続く毎日王冠では GI は5頭の後陣を廃止8着に敗れ、この後地方所属のままでは2019年はジャパンカップと 有馬記念しか出走できるレースがなく、それもフルゲートとなれば出走ができないことから JRA 立冬トレーニングセンターの長谷川広市大級者に点をまやすることが発表された。この後アルゼンチン共和国売では9着、チャレンジカップでは4着に敗れ4歳シーズンを終えた。2020年に入ってからは2桁着順が続き、 2021年4月9日付で JRA の競争場登録を抹消、岩手競馬へ移籍することになった。以下の内容は、netkeiba.com よび Javis Search の情報に基づく。コスモバルクは認定休暇制度を利用して、主にビッグレッドファームの自前のトレーニング施設で鍛えたが、ハッピーグリーンは外馬やも調整は行っておらず2012年に、 オープンした同営の屋内販路で鍛えており、冬期間も移籍せず、ここから中央に挑戦する初めての馬となった。これは、馬種の間が当時中央の資格を持っておらず、同営の販路なら、中央に負けない馬作りができると考えたためである。アーモンドアイ、ステルビオ、グラストワンピースなどが2015年生まれ世代が2018年のコバジーアイを制覇したが、北海道競馬でも、 本場と同じ2017年デビューの山のファイトは、羽田坂月などを制し1億円以上稼ぎ、南関東トップの賞金を獲得。北斗坂月を制覇したサザンビグラスも中央に移籍し、三勝クラスで2度3着以内に入っている。JRA のオープン競争である、鈴蘭賞を勝ち、福島2歳ステークスで2着の龍の雪名や、コスモス賞2着で後にフローラルカップを制した。 ミスマンマミーアも、それぞれ中央移籍後4勝を挙げ、オープンクラスに昇級している。またダブルシャープは、JRA のオープン競争、クローバー賞を勝ち、その後の札幌2歳、ステークス3着となり2017年のナーグランプリ、最優秀ターフバを受賞。後に中央に移籍して2歳 GI やクラシックにも参戦した。メイプルジンスキーの子2993年に、 ニューヨーク品場参観を制したスカイビューティがいる。ありがとうございます。